今回は反り腰を解消して全身痩せ体質を作るメニューをやっていきます。今回のメニューは土下座です。座ったまま全部できるんで一緒にやってみましょう。まずは正座してお辞儀をする感じです。土下座をします。できれば肘しっかり曲げて正座してね、こういう感じです。背中は丸くなるよりはしっかり胸を張って体を起こします。そうするとうつ伏せから背筋を行ってる感じになるので腰が硬い人にねぴったりなメニューになります。 OK。 今度は手の位置を少し手前にしてお辞儀です。反り腰の人は腰が硬いんですね。腰が丸くはなるけど反ることはできない。でも実は反り腰だから反ってるんですが硬くなっているので反ること丸めることっていうことをしなければ反り腰が治らないんですね。 OK。今度はさらに手を開いて前に出してお辞儀です。土下座をする感じです。ありがとうございます、感謝します、そういう気持ちで肘を曲げながら体を起こしてください。これで背中、上半身使いながら腰を動かしてます。 OK。 今度は普通に足を組んで座りましょう。このまま前かがみ土下座です。座り方は楽にしてください。あんまり早く頭を振っちゃうと目が回るのでマイペースでゆっくり肘曲げて床を押して体を起こす。たまにあまり床を押さずに自分の体で起こすっていうイメージ、こういうイメージ、たまに手の力を抜いてください。 OK。 今度は片足伸ばして同じようにいきます。これがね、実はね、もうずっと腕立て伏せしてる感じになるんで、二の腕痩せとか背中とかにもね、しっかり効いて、腰のストレッチや、大腰筋のね、エクササイズになってます。マイペースでいいですからね。OK。はい、反対足伸ばしましょう。これで前かがみ、ストレッチもしながらね鍛えられるんですごいおすすめなんですね。ただのストレッチでちょっともったいないんでね、エクササイズしながらストレッチできるって一石二鳥ですよね。長くね体を動かすことで脂肪燃焼効果がね上がります。 OK。 今度は両方足開いて前かがみです。しっかり胸を張って、もし腕が疲れてきたらね肘曲げるのをたまに少しにしてみてください。少しにしたり深くしたり使う位置をね変えていくと少しね筋肉が楽になってきますんで、ずっと同じっていうのは疲れやすくなるんでね。 OK。 今度足の裏を合わせてやっていきます。胸を張ってさあ行きましょう。
ストレッチしながらね鍛えられるんですごいいいですよね。スマホ見ながらねできますし、上半身の負担もね少ないんで、今度は片足外に開いて、これでいきます。こういう感じ、足の股関節がね少し痛かったらね、ちょっと斜めにしてもらって動いていきましょう。できる人はね正面にかかる感じ、股関節周りがね硬くなるとやっぱりね、足のラインが悪くなるんで、ふう、息が上がる。 OK、 反対足です。肩っぽ外に出して動いていきます。おお、こっち痛い。股関節無理せずね、少し手の位置斜めにしてください。どうですか皆さん、上半身結構あったかくないですか。できればしっかりね肩甲骨をしてる感じで OK。 で今度はね両方こんな感じ、今度は結構辛いんでねちょっとかかめばいいです。辛いですよね。もし手つくの辛かったらね、このまま軽く上半身動かすだけでもいいです。おお、くる。いろんなストレッチがね必要です。おお、うわくらくら、股関節きた。よっしゃ、今度はちょっと足開いて、こんな感じ。お尻を少しね伸ばしながら上半身動かしましょう。よっしゃ、肘曲げて床を押すって感じです。いろんな方法でね土下座をする感じです。 OK、 今度正座です。土下座したら立ちます。かがんだらお尻を上げる。これがね結構いい運動になるんですよ。全身運動、体の弱い背中をねしっかり使うことができてます。オッケー、今度はちょっと遠くに手をついて戻る。遠くに手をついてちょっと難しくなってきますよ。うわ、マイペースでいいですからね。うん、オッケー、よっしゃ、今度は足を組んで土下座。曲げる感じで、たまにつま先をねちょっと上げてみてもらって、ストレッチしながら上半身を動かしましょう。
オッケー。よっしゃ、反対足です。伸ばしていきましょう。ふう、できればつま先上げて、これはいい運動になりますよ。上半身使ってますからね。オッケー。よっしゃ、今度は両足前伸ばして前かがみです。体を少し遠くに持っていくイメージで、呼吸をするとね、カロリーが使えますんで、しっかり息吐いて吸って、全身に筋肉を酸素を送っていきましょう。オッケー。よっしゃ、今度はね、四つん這いからお辞儀。ちょっと辛いよ。少し肘がね、曲がればいいです。あと少しで終わりますから頑張って。オッケー。そして今度はね、手首をちょっとね、正座したままで、上下、結構手首痛くなることがね、あるんでね、土下座って結構ね、手首しっかりひねるんで、手首をちょっとね、ぐらぐらぐらっと、上下、揺らして、リセット。よっしゃ、最後は楽に座って、体をね、左右にひねって、手首楽にしてね、体をねじってリセットして終わりです。あとちょっと。背中の方がね、熱くなってれば脂肪燃焼効果たっぷり。 OK、 お疲れ様でした。